こんにちは。日曜予防チャンネルの吉安です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、サウナで体はこう変わる、サウナが健康にいい理由についてお話ししていきたいと思います。まずですね、サウナの発祥の地フィンランドではですね、サウナが健康のために役立つことが古くから知られています。温熱効果による末梢循環の改善、代謝の更新、またですね、発汗による老廃物の分泌正常化などの医学上有益な効果があると言われております。そしてですね、温冷交代浴ですね、水に浸かったり、お湯に浸かったり、もしくはサウナに入るという入り方なんですけども、体本来の機能を呼び覚ましてくれます。人間の体にはですね、温度を感知するセンサーというものが、ございまして、これが2つですね、存在することになります。1つはですね、我々の皮膚にあるんですけども、温度変化を感知するもの。もう1つはですね、脳の中で、血液の温度を感知するものがあります。サウナに入るとですね、この2つのセンサーは温度の上昇を脳の中枢に伝えまして、自律神経を通して血液循環の速度を調整し、体温を下げようとしていきます。このようにですね、体温を一定に保とうとする機能を短時間で活性化することができるのがサウナというものになります。サウナはですね、空調に守られた我々の体の機能が鈍った現代人にとってですね、体本来の働きを呼び覚まして、健康へと導いてくれるということでしょう。ではですね、サウナで得られる10の驚くべき効果についてお話ししていきたいと思います。まず1番目、皮膚が引き締まる。まず、水風呂に入りますとですね、冷たさに反応して、血管や、毛穴が収縮していきます。体の中の熱は血液によって運ばれまして、毛穴や皮膚から発散されるんですけども、血管や毛穴が収縮しているときは熱が発散しにくい状態になりまして、体温が保たれていきます。そしてさらにですね、水風呂に入ると湯冷めという効果が出てきまして、湯冷めを防ぐという形になります。2つ目、低血圧が改善。サウナ室ではですね、血管が拡張しまして、血圧は低い状態になっているんですけども、水風呂に入ると血管は急激に収縮しまして、血圧が上がっていきます。これをですね、繰り返すうちに心臓と血管のポンプの機能がですね、鍛えられていきますので、血圧が正常値に近づき、低血圧改善につながると言われております。次に3つ目、血行が良くなる。体がですね、高温にさらされますと、血管は拡張しまして、心拍数が高くなっていきます。するとですね、体温をより多くの血、体内をですね、より多くの血が循環していくということになってきます。次に4つ目、疲労回復。運動により乳酸が筋肉にたまると疲れというものを感じていきます。乳酸はですね、酸素により分解されて汗として排出されていくんですけども、サウナ室ではこの血流が安静時の2倍にもなり、酸素の摂取量も増えていきます。酸素を多く摂取することで効率よく乳酸が分解されていきまして、疲れがよく取れるということが言われています。次に5番目、雑感減量ダイエット効果。高温サウナの入浴と休憩を繰り返すと、
という流れを取りますと、効率よく汗が出てきます。汗で体内の水分が出た分だけ、まあ、一時的に体重というのは減るんですけども、大量に発汗すると代謝自体が良くなりまして、痩せやすい体質に変わっていくということになります。ただ注意なんですけども、ここで水風呂や冷水シャワーは避けて、よく汗を出すことが肝要となります。ダイエット目的でやる場合はこれを注意していくようにしてください。6番目、 HSP が増加する。体の細胞にサウナの熱が加わりますと、タンパク質が損傷するんですけども、同時に HSP というヒートショックプロテインという別のタンパク質が生まれてきます。HSP にはですね、タンパク質の損傷を修復するという性質があるため、細胞の再生を活性してくれます。そしてですね、免疫力を高めてくれると言われております。7番目、ストレス解消。サウナ室の暑さや水風呂の冷たさは自律神経を刺激しまして、体を緊張状態にしていきます。そして休憩ですね、緊張が和らぎますと、反動で全身が十分にリラックスしていくと。そしてこれによってですね、自律神経が整えられまして、ストレス効果を効果的に解消できるということになります。8番目、自律神経を整える。特に体に悪いところがないのに体がだるく、活力が湧かないという人はですね、自律神経が乱れている証拠になります。高温のサウナ室の後に水風呂に入りますと、自律神経を刺激して、その働きを活発すると、体のバランスが調整されて活力が湧いてきます。9番目、デトックス。サウナによる筋温や血液温の上昇によって、老廃物や疲労物質が汗とともに体外に排出されます。体温が上がりますと、全身の汗腺から汗が出てくるんですけども、それと同時に毛穴にある皮脂腺からは油が、アポクリン腺からは鼻を刺す匂いが出て、汗腺の機能を高めまして、皮膚や皮下組織を洗浄していきます。10番目、安眠効果。低温のサウナにゆっくり入りますと、鎮静作用が活動的な昼のリズムから休息のリズムへの自然な転換が図られまして、快適な睡眠へ、睡眠に入りやすいように役立てられると言われております。次に、サウナの効果的な入り方についてなんですけども、まずサウナの、まず基本的な入り方は、サウナ浴と水風呂を繰り返す温冷交代浴というものが基本になるんですけども、その中に、休憩ですね。サウナに入って水風呂に入り、次に休憩を取る。それを繰り返しになるんですけども、これを取り入れたものになります。サウナ室で体を温め、その体を水風呂で急速に冷やすことで、血管や神経に刺激を与えまして、そしてこの刺激が体の働きを活性化して、さまざまな効果をもたらしてくれると。先ほどもお話ししました通り、まずサウナで汗を流す。次に水風呂に入って、毛穴とかを引き締める。で、次に休憩してリラックスをするというのを3から5セット組んでいく形で、まずはやってみてください。そしてですね、サウナで、しんどいとか苦しくなった体には、新鮮な空気を体に取り入れるために、休憩中はですね、できるだけ外気ですね、に触れた方が良いです。次に、サウナに入る際の注意点を説明していきます。
まずですね、病気を持った方ですね、高血圧とか心臓に病気を抱えている方はもう入らないようにしてください。どうしても入りたい場合はまずお医者さんと相談する、もしくはもうまず治してから入るようにしていきましょう。次にですね、サウナの温度で暑くなりますので、アクセサリーとかメガネですね、これを外すようにしてください。すごく暑くなります。で、特にメガネの場合はですね、フレームが熱に弱いと、色が変わったりとか傷をいったりとかいう形になってしまいますので、気をつけるようにしましょう。次にですね、酔っ払った状態、泥酔状態の方は、あとは万全でない方ですね、体調が。もう入らないようにしてください。で、またですね、お酒を抜くためのサウナもやめてください。危険です。血流が消化するために使われますので、もちろん満腹状態の方も入らないようにしてください。そしてですね、サウナに入る前に水分をしっかり取りましょう。そしてサウナに入っているこのセットを繰り返している時にも途中で水分補給をしてください。そしてサウナに入った後ももちろん当然ながら水分補給をしていきましょう。そしてですね、サウナで健康が健康を促進するためのサウナに入りますので、健康を損なうためのサウナにならないように気をつけてください。あとですね、サウナに関する研究論文がたくさん出ておりますので紹介していきたいと思います。健康寿命を延ばすための生活習慣で、としてのサウナ利用についての論文が上がっております。次に、運動後のサウナ入浴が水泳選手ですね、のパフォーマンスの回復に及ぼす影響というものが出ております。次にですね、サッカー選手ですね、セミプロの若いサッカー選手を対象にドライサウナで、極端な環境温度に3週間自動的に順応させると身体的生理的パフォーマンスが向上することは明らかにしたという研究論文がございます。次にですね、運動後のサウナ入浴を間欠的に行うことによりトレーニングを受けた中距離ランナーの、暑熱環境、暑い環境下での運動能力の指標が改善されるという研究論文もございます。次にですね、汗に含まれるヒ素、カドミウム、鉛、水銀といった、システマティックレビューというものがあります。解毒が推進されるという内容ですね。次に、ポリ塩化ビニール、ビフェニル、PCB ですね、にさらされた消防士の神経行動障害、解毒後の改善の可能性、というものが、ありますよという研究報告がございました。次にですね、サウナに入る回数が多い人ほど死亡率が低いと、心血管死でなけでなく総死亡もフィンランドの前向きコホート研究が示唆しています。次にですね、サウナに入ると市中肺炎のリスクが減少するという報告もございます。肥満を伴う肩麻痺及び、タイマヒ患者における全身温熱、サウナ療法の体重減量効果についてという研究報告がございます。次にですね、肥満を伴う肩麻痺及び、これさっきと一緒ですね、飛ばしまして、鼻アレルギーに対するミストサウナの効果についての論文もございます。次にですね、乾式サウナと、湿った敷式サウナ浴の体温及び循環機能、循環動態の比較検討についての研究論文もございます。あとですね、サウナだけじゃなく、銭湯という形で、いいんですけども、高齢者はですね、毎日の入浴で要介護を防げますよというちょっと面白い論文がありましたので一緒につけておきます。ここでですね、たくさんの研究報告があるんですけども、今出した研究論文のリンクは下に貼っておきますので、もしよろしかったら
見ていってください。中には英語の論文がございますので、翻訳機能を使って一度日本語に翻訳して見ていっているいくのも良いかと思います。ではこれを機会にですね、ぜひ銭湯に行って、サウナを利用してみてください。結構気持ちの良いものです。私もですね、月に1回2回、仕事忙しくて、そんなしょっちゅう行けないんですけども行くようにしております。それでですね、本日の動画が良かったという方は良い、高評価と、チャンネル登録をお願いいたします。それでは本日の動画をご覧いただきありがとうございました。さようなら。